まあ、不法侵入やぞお前、分かっとんかこら。今ね、このベッドで寝てたんですけど、寝てたらなんかブーンって跳ね落としましてね、一瞬蜂が脱走したのかと思ったんですけれども、脱走してなくてですね。見てくれこれ。カーテンでなんかね、緑色の虫がついてるんですよ。なんだこれ、なんだこいつ。おい、これは、アオドウガネだな。コガネムシの仲間でね、アオドウガネってのがいるんですけど、アオドウガネなんですよね。俺はこんなん飼ってないんですよ、こんな虫。飼ってないんですよ。どっから入ってきたお前。おい、どっから入ってきたんや。ったく、とんでもないよ、お前。不法侵入やぞ、お前。わかっとんか、こら。おい、わかっとんか。不法侵入やぞ、こら。これは不法侵入だぞ。まあ、どっから入ってきた。おい、あ、左後ろ足の敷設が欠けてますね、この子はね。ではね、発生し始めた時期だと思うんですけど、もうね、足が欠けてしまってますね。なんか、ね、襲われたのかもしれないですね。どっから入ってきたのかな。でもね、私、必ず、私ね、戸締まりしてて、で、家開けることも多いんでね、基本、窓とか開けないんですよね。どっから入ってきたんでしょう。玄関もね、そんな入るような隙間ないですし、こんな虫が。なんかちっちゃい小映えとか、なんかゴキブリとかだったらまだわかりますよ。でもこんな分厚くてでっかいコガネムシですよ。こんな入るような隙間ないはずなんですけども。一つ心当たりがあるとすれば、換気扇かな。換気扇。台所とかお風呂場に換気扇がありますから、私換気扇いつも止めてるんですよ。家開けることが多いね。家開けてる間換気扇止めてるんですけど、大体。そうしたらやっぱ虫入ってこれちゃうわけですよね、外から。それじゃないかな。排気口から侵入して、で換気扇通ってね、屋内に侵入してきたんじゃないのかなと考えてます、青動画でちゃん。これ、とんでもねえな。まあね、青動画で見てください。まあよく見たら可愛いでしょ。可愛いんですけども、こんなん買うつもりないんでね、ちょっと逃がしてこようか。ちょっと逃がしてきます、青動画でちゃん。もう入ってくんなよ、お前。お前、人間の世界ではな、不法侵入って言うんやぞ、そういうの。勝手に人んち無断で入るのは、不法侵入って言うんですよ。わかる？ちょっと逃がしてくるわ、外に。人がせっかくベッド振動させて、リラックスしとるときにさ、ブンって跳ねて、わ、飛んだ！また飛んだ！また飛びました。まあ、飛ぶ元気があるんだったら、外離しても大丈夫でしょう。よしよしよし、逃がした逃がした、ある。青動画ね、ついにこれが発生する季節になったんですね。これからね、どんどん多くなってきますからね、青動画でも。まあ、お前も強く生きろよ。ちょっと外出してあるわ。ニーニーゼミが鳴いてますね、夏ですね。たく、とんでもない。飛べ、こら。飛べ。ああ、飛んでいった、飛んでいった。バイバイ。たく、とんでもないわ。この人が遠征疲れで休んどる時によ。なんだ、あいつはもう。冗談じゃねえぞ、マジでよ。とんでもない虫やったわ。ったく、とんでもない虫やったわ、マジで。人が疲れて休んどる時に、ちょっといろいろね、いろんなとこ出かけててね、最近疲れ溜まってたんですよね。それでね、ゆっくりベッドで休んでたのに、本当にね、あいつのせいでとんでもないことになりましたよ。まあ、皆さんもね、住居侵入しないように気をつけてくださいね。勝手に人ん家入ると、無断で人の家にね、勝手に入ると、犯罪になりますからね、不法侵入で。住居侵入罪っていうのがあるんですよ。刑法第130条で、住居侵入罪っていうのがね、定められてまして、正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監視する邸宅、建造物もしくは幹線に侵入し、または要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処するとね、書いてあります。つまり、勝手に人の家入ったら犯罪ってことですよ。住居侵入罪って言うんですけどね。で、帰れって言われたのに帰らなかったら、不退去罪になるわけですね。まあ、あれはね、虫だったんでね、もう法律適用されませんから、罪にもならないんですけど、まあ、皆さんの場合はね、人間はね、罪に問われますから、気をつけてください。そんじゃおやすみなさい。